誰しもターニングポイントはあるものですが、長渕剛さんにとっては再婚だったのではないでしょうか。今回は長渕さんの壮絶な生い立ちと驚くべき年収や資産、今の妻の志保美悦子さんの現在や子供たちのまさかの職業についてご紹介していきます。長渕剛さん、1956年9月7日生まれの現在65歳。鹿児島県鹿児島市の出身で、地元の高校を卒業後は、九州産業大学経営学部を中退しています。その中退の理由はズバリ、プロの歌手になるためだったわけですが、まさかこんな壮絶な境遇で育ったとは、思いもしませんでした。長渕さんの父は中学を出て、丸棒の刑事となったものの、何度も昇格試験に落ち続けてしまい、薄給で生活はとても貧しかったのだとか。一家は4畳半一間のモルタルの長屋住まいで、両親はお金のことで喧嘩が絶えず、父の DV が絶えない日常でした。母は母乳が出なくてミルクすら買えず、ゴミの研ぎ汁で育った長渕さん。それもあってか、幼い頃から体が弱くて、生まれてすぐ生死の境をさまよい、小学校の頃は喘息で常に体育は見学でした。長渕さんには兄と姉がいましたが、兄は生後100日ぐらいで急逝し、5歳上の姉と長渕さんが育ったところは、社会で傷を負ったりのけ者にされた人々が必死に生きているようなところだったそうです。そんな中で社会での格差を学んだという長渕さん。さらに衝撃の事件が起こります。3歳の頃、なんと父が首を吊った現場を目撃してしまうのです。幸い命は取り留めたものの、幼い長渕さんの心の傷跡は相当に大きなものだったことでしょう。そんな辛すぎる生活の中でも、父の機嫌の悪い時に長渕さんを背負って、母がよく歌って聞かせてくれた童謡が唯一の癒しだったのだとか。その母の歌があったからこそ今の長渕さんがあるのかもしれませんね。下積み時代にスナックで弾き語りをしても、瓶や灰皿が飛んでくるような、絵に描いたような修羅場だったといいます。そんな様々な実体験や懺悔を歌に託すことでピンチを乗り越えてきた長渕さん。1976年ヤマハのポップコンで入賞してデビューすると、名曲純子で大ブレイクを果たします。この頃は今の姿からは想像できないくらいの華奢なルックスでアイドル並みの人気だった長渕さんは、1981年に人気アイドル歌手の石野真子さんと結婚しますが、1983年には残念ながら離婚しています。当時話題となったその原因の一つが長渕さんの DV だったことは有名な話です。1983年のドラマ家族ゲームでの初主演で、俳優としてもブレイクして、親子ゲーム親子ジグザグやトンボシャボン玉とドラマでヒットを連発。振り返ってみると、ドラマでの成功は彼のコンプレックスがなければなかったのではないかとさえ思えます。だからこそ、そこでの男たちのイメージを自らに刷り込もうとしたのではないでしょうか。しかし、いくらこわもてを気取っても体は正直で、ツアーを体調不良で穴を開けたこともあって、40歳からの肉体改造が始まったといいます。ここで強力な助っ人を得たという長渕さん、それが今の妻の志保美悦子さんでした。志保美さんといえば千葉真一さんの愛弟子、映画女必殺剣シリーズや2代目はクリスチャン、ドラマザ・ボディーガードやザ・ゴリラ7でのキレのあるアクションとアイドル並みのルックスで、ホームドラマやバラエティ番組でも引っ張りだこでした。長渕さんとの出会いは1986年のドラマ親子ゲームでの初共演で、映画男はつらいよ幸福の青い鳥でも恋人役を演じ、
翌年、それがそのまま現実となって結婚した2人。結婚を機に芸能界を引退した志保美さん。その後は妻としてずっと支え続けています。そこで気になるのは長渕さんの稼ぎ。数多くのヒット曲があるため、推定年収は1億3000万円と言われていて、高級住宅街の世田谷の自宅は、土地込みで10億はくだらないとか、車はハマーだと言いますから、志保美さんが働く必要はなかったわけです。とはいえ、人間すぐに変わるものではありません。夫婦喧嘩の際にやはり手が出ていた長渕さん。スー・志保美の異名で世界に名を馳せた志保美さんに、一度、こっぴどい目に遭わされています。極真張りの後ろ回し蹴りが首に決まって、長渕さんを見事 KO。 動かなくなった長渕さんを前に、志保美さんは本当にやってしまったと思い、師匠の千葉さんに慌てて連絡したら、すぐに救急車を呼べと言われたそうです。さすが千葉ちゃんです。屈辱的な敗戦を糧に、肉体改造に取り組み、長渕さんが今のような男になったのは、まさに志保美さんのおかげかもしれませんね。一方、ストイックな反面、長渕さんは、共演した女優たちとの噂が絶えず、中でも、国生さゆりさんとの不倫がバレた時には、志保美さん同席のもと、3人で話し合い、釈明会見では、志保美さんが後ろで控えていたそうで、最近も富永愛さんとの噂がありましたが、全く意に介さない志保美さん。今や長渕さんにとって、母のような存在なのかもしれませんね。66歳になられた志保美さんの現状はというと、子育ても一段落して第二の人生を歩んでいます。フラワーアーティストとして活躍中で、2011年に花ソムリエとなって写真集インスパイアを自費出版し、売り上げを東日本大震災の復興支援やチベット難民キャンプに寄付されています。結婚式やイベントでの仕事やワークショップもやっていて、魂を盛り上がらせるものを持ってと語っていらっしゃった志保美さん。2人にはお子さんが3人いて、1988年生まれの長女の彩音さんは4歳からクラシックバレエを習う一方、関東国際高等学校外国語科英語コースを経て明治学院大学国際学部を卒業。2008年映画三本木農業高校馬術部で主役として女優デビューすると、第33回報知映画賞新人賞や第32回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後ニューヨークへ約1年半演劇留学して、帰国後は女優としての活動を再開して、復帰作桜事件を聞く女でアクションに初挑戦が決まると、母親の古巣のジャパンアクションエンタープライズでも指導を受け、母からも手ほどきを受けたという彩音さん。その時の様子では、母の志保美さんは、今でも後ろ回し蹴りとか、まだ全然余裕なんだとか、あの必殺技は健在のようです。女優の中でもアクション女優なんて、長渕さんは複雑な気持ちだったことでしょう。1989年生まれの長男の渡るさんは、学生時代は極真空手の選手として、全日本大会優勝経験を持つ猛者ですが、現在はライブを中心にアーティスト名、渡るで、インディーズのラッパーとして活動中だそうです。1994年生まれの次男の蓮さんは、10代の頃、イギリスへ単身で渡り、12歳からレーシングカートを始め、2012年からはフォーミュラレースで活躍しましたが、レース中に負った腰椎の負傷の後遺症で、レース人生にピリオドを打ちます。今は7歳から習っていたギターの腕前を生かして、蓮として音楽活動に専念。2016年に満を持して自身初のファーストアルバム「ナイツ」をリリース。iTunes オルタナティブ部門で1位を獲得しています。
レンさんはギター一本でステージに立ち、斬新なプレイスタイルが特徴なんだとか。ギター一本とは父を彷彿とさせますね。3人に共通しているのは親の七光ではなく、自力で道を切り開いていること。子供たちもまた長渕さんがというよりは志保美さんが厳しく育てたようですね。この先長渕さんとのコラボとかあるのでしょうか。いかがでしたか。結婚35周年となる長渕さんと志保美さん、これからも熱い活動を応援しています。それではまた次回お会いしましょう。